どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。 How it feels to be 5 sus カッコトロール、5つの疑いをどう感じますかということですかね。でこのコースやったことがあるかもしれません。サムネに見覚えがあるんですよ。じゃあなんでやるのかと、わかんないからだよ。この人たちはねバグってるからか知んないけど、何度も何度も同じコースを再投稿するんですよ。そんなんばっか繰り返されたらやってるかわかんなくなるんだよ。ってことでやっていきます。クリア率は 1.35% でタイトルにさ5つの疑いって書いてるじゃん。だからピンクコインコースなんじゃないかな。5つ行き場所がありますみたいな。ほらピンクコイン、いや5つじゃない、10枚ぐらいだい。え、ここ乗っちゃっていいみたいだ。あー違うかーい、開幕サカーだー。下の扉もめっちゃ気になるよね。後で行くみたいな感じかな。はいどうもこんにちはからのバズお前どうせ戻ってくるんだな、火をまとってくるな。さっきさこのコースやったことがあるかもって言ってたじゃん。全く覚えてないね。ていうかやったことがない説もあるもんな。じゃあはてな、また魚なんでねえの、うん、キノコが出てきたけど、このキノコ絶対こっち違うやつだって、ほらブフって言われてる。下はなんだい、ただ落ちるだけかい。やめろ、開幕からさおかしいな、やめろって。急に大声出されてもみんな困ると思うんだよね、耳が痛くなるみたいな。だからたまには我慢をしてみせたいと思いますよ。ここは左押しっぱでいいのかい。いや違うんだって。いやこれも違うんだって。急にメントが出てきたらさワープがなっちゃうじゃん。しかもね絶叫する変な癖がついちゃってるって。僕もねいつまで絶叫できるかわからないから、少しずつ直していきたいと思いますよ。だから次は絶対絶叫しない、何があっても我慢してるし。我慢できた、決めんだよ。いや逆によ、絶叫できるうちは絶叫してった方がいいんじゃないか。どうせいつかできなくなるもんな。でこのデカキノコはどったら下に行けなくなる。で放題何を出してくる、この辺で待っておこうか。うパンサバジャバー、このパンサー発動したら何か出てくるとこあるかな。一旦叩いてみようか。遠くに何もない、なんだお前。あんなところにバブル隠してんのか。これはすり抜けれないか。あれここさデカキノコいるの、こっちは違うみたいな感じだもんな。多分ヒントがなんかなんじゃない。デカキノコを持ってこいで、そんなの知るか。これ面白い、デカキノコを取るじゃん。でこの場所に行ったらパンに押しつぶされて下に行けるみたいな。いやこんなんわからんて、初めて知ったかもしんない。いや初めてじゃないかもしんないけど、やったことあるかもしれないからさ。さあ上に、上に行けないよ、さっそこいよ。たまには猫ミームっぽく実況していきます。ハッピーハッピーハッピー、トゥル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 トゥ、ハッピー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 。あれだ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 れ、あれだ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 れ、はぁ、大丈夫？もう手遅れだよ。これさ中間ポイント1取るじゃん。でそっからピンクコインコース開始っていう感じなんじゃないかな。いや絶対そうだよ、だってピンクコインあと5枚も足りてないんだよ。だからこの土管の先中間ポイントがあると思いますよ。さあ花どいてくれ。でここで土管に入っていく。土管入れて。あの武器また。なるほどね、ここは下に降りて何もしなかったらいいだけなのか。そうするとバーミャー、マリオさん、もうあなたは休んでてくださいよ。最後で中間ポイント取るんだ、やったー。よしよし、ホームのバブさんに進んじゃうか。あーマリオさん助けて、マリオさんマリオさん。ピンクコインコースじゃないの、なんか分かれ道みたいなんがないよな。このハテナはコインか、コイン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 。左のハテナ、叩くがいなきゃキノコがいると書いてる。だからここにボム兵が出てくる。ハテナ上の砲台、絶対勢いよく左来るって。バグってんじゃないのこのコース。僕はねもう分かってんだよ。あいやいや全然全然いい、問題はこの砲台よ。来るのか来るのか、ピンク取っていいのか。なんだ来ないのかこの放題、ビビらせやって来る準備してたのにさ、来たって言わせてくれよ。よし抜けないよこっちは。さあ次ダムフィッシュって書いてんのかな、このキノコ取っちゃっていい。来たお
お前は呼んでないんだよ。このコースはバグとかなくて普通にいいコースなのかもしんないね。ならここはダッシュしていくのは脳筋野郎のやることさ。ゆっくり行く。絶対に何かあると思うよ。ダッシュしてたら左上に閉じ込めようとか、そう簡単に罠に引っ掛かるかよ。じゃあこのリングを取って。もう絶対罠に引っ掛ける気満々じゃん。なんか起きるじゃん。絶対にオンオフしたらさ、何が起きる。もう何よここは。シンプル。指を出した瞬間に上ボタンを離す。これで上に進ませてくれる。で爆弾で破壊して先に進めと。多分ね、まだまだ中間ポイントはないと思うんだよな。土管に入れませんね。後出しするな。中間ポイントがないでしょうと言いながら、中間ポイントがあることをめちゃめちゃ期待しているんですけどね。僕はここで中間ポイント。うわ、ないのか。え、このバネに乗っていけってか。うわ、どうしよう。どうせ引っかかるんなら気持ちよく引っかかろうぜ。マリー、あーらよっと、どこに行く気ない。どこでだ。このコースはね、よく見れば意外と罠かわせるかもしんないね。だいたい予想できたじゃん。左の矢印がさ、ヒントになってるから。じゃあここは右押しっぱで大丈夫。右押しっぱでいいじゃないの。めちゃめちゃ荒ぶってないか。ちょっと左行く。ちょっと左行って。どちらいいんだよ。右押しっぱでいいんじゃない。これ絶対右押しっぱでいけるはずなんだけど、ほらめちゃめちゃ荒ぶってるでしょ。でちょっと左押した瞬間もあんなになっちゃう。なんでよ。ブロックを壊す。そしてもう一回ジャンプしたらバグが出てきて。そうなんだろ、分かってんだよ。でこのブロックを壊しいの。誰かに首絞められてたわ。もう急いで行こう。ブロック壊す。そしてパウが出てくる。でパウを壊しいの。すぐ左上。なめるなよ、タガがパウごときの分際で。俺をなめるな。よしよし。でチビはどうやってチビになるの。いや、どうか。あ、ここでチビになれるんだね。ありがとう。ちくわブロックの存在忘れてたよ。でどっかに中間ポイントがある。あのクパクラの中のがめちゃめちゃ怪しいでねえの。いや、どうしよう。っていうかこれ吐けんの。あ、吐けんじゃん。で大きくなった。もしかして中間ポイント取ったかな。デカキノコとか残ったよね。マイカ、このまま先進んでみますか。で氷ブロックを詳しいの土管に入っていく。多分ね、あんなが中間ポイントがあったと思うぜ。デカキノコいらねえじゃねえんだよ。なんてこった。まあでもさっきのクッパクラウンの場所があるじゃん。あそこが中間ポイントにじゃないじゃん。なんでよ、さっきデカキノコになったじゃん。クパクラの中に入ったらさ、そん時さデカキノコとか置いてたっけ。まあいいか、あそこまで一発で行こうと思ったけど、うん、土管にも入れないし罠変わってないか。右上に行けって書いてるね。ってことはここ中間ポイント2を取った後の世界っていうことなんかな。なんて書いてる。ファイブダム。知らねえよ、ファイブダムなんて。どういう意味かわかんねえ。簡単だな、このシリア級は。土管は入れるのかな。土管は入れそうにない。そんなんね、一発で挟まってみせますよ。知りたい救命士を食べるな。どうなんだろうね、あれ本当に中間ポイント2なのかな。まあこの先行ったらわかるか。こっからどうなってるかっていう話。あれ戻ったよ、右に行くみたいな感じ。あ、上に行くわ。こっちの土管に進めるようになってんだね。で中間、やっぱり中間にないな。今のが中間にっていうことでよかった。これ、うわー。まあ中間1とか中間2とかどうでもいいのよ。進める道があれば進むだけよ。ちょっとかっこよくない、今の言葉。今日のサムネにしようかな。進める道があれば進むだけよ。進ましてー。マジでそんなサムネにしたらみんなはってなる。どうしたこいつみたいな。で全然再生されませんみたいな。ちょちょちょ、早く土管に、土管に、土管に入れませんわ。これじゃあどうやってやられればいいの。なんか出てくる。右に行けば砲台が落ちたんだよな。だから右ギリギリまで行く。そしてこの USA はいるのかな。 USA 取っちゃってよかったかな。取っちゃっていい。ちょっと待て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 。戻るよ俺は。戻ったら何やるんだ。砲台が邪魔して、この先も邪魔してくれんだろ。砲台が。落ち着け、そんなに騒げるようなところじゃない。なんだこの状態は。へえ、こいけんじゃねえぞマリオ。もうテンションだけの実況になっちゃってるって。ここで強制的にしゃがまされたんだよな。だから左からすぐ右で氷をどかす。でこの上、あんな取っていいよ。取ろうか。取ったらダメだような気がするけど。取ったばっかりで、取ったばっかりで、俺のバカ。
ゴールはもうそんなに遠くないはずなんだ。さあリングに何の、これは鍵ドア入らせてくれる。普通にオンをした瞬間土管に入ってみようか。今土管って言おうとしたらギリギリドアで間に合いました。いや左ゴールと思ったけど違うもんな。あれこれさっきの場所じゃない？もう一回これ取れてか。やっぱここなんかあるんだよな。絶対中間ポイントなんじゃない？いや絶対そうだと思うよ。ほらほらやっぱりここ中間ポイントあるよね。でもさっき取れなかったのかな。いやよくわかんねえな。まあいいか。でさっきはここにブラパにやられた。だからあのブラパにやられないようにしようか。ここすぐ上に行く。よしよし。でハテナはコイン。これは魚違う違うけどこれもうやられたんじゃない。ああ終わっちゃったってことはよ、このコースめちゃめちゃ長くないか。中間ポイント2からっていう感じでしょ今から。これはどうしようか。デガキノコの状態で僕は行かない。デガキノコは間違いだと思うね。どうせリンクを取らなくちゃいけないのか。これゴールはタウン封鎖して違うのか。期待させるようなツタを置くなって。でなんで書いてんの。カード何かを選べっていう感じかな。こっからカード何の意味もない。じゃあここでキノコ取ります。で上下、いや下以外ないよな。でも上でオンオフをしなくちゃいけない。ここは隠しブロックがないで、でオンオフは、うん、ここも隠しブロックないで、オンした瞬間すぐ右、ガー助けてー。いやまだまだいける、まだいける。よし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 。なかなか進んだね。でこれ下からはいけない。でこれはチビにならなくちゃいけないのかな。一旦ここ行ってみようか。やっぱりチビにならなくちゃいけないね。さあチビにしておくれバカンよ。ドクロク言っとるね。ゴールが近いな。上上がってんだ。さすがとびそのゴールよ。えまだあったわ。で右のヒントは何。ファイヤーフラワーでバックを倒せたか。バックを倒すことによってどうやってあの土管の方に入るんだろうな。はい倒しました。えクモ、え、なんであのバックを倒したら雲が出てくる仕組みなの。わかんねえな。わかんねえことが多いぜ。さあこれで上に行ける。連れてけよ。ジャンプで、ジムでジャンプしなきゃいけない。このタイミングで大丈夫だ。さあリンクを取りの、あのドアに入るにはオンオフをしてドアに入らなきゃいけない。ドッスンが来そう。絶対来るって。絶対来るよ、ここ絶対ドッスン来るよ。絶対。お前が焼けだから。もういいんだ、早くゴールを見せてくれ。もういいんだのび太、帰ってきたよ。ドラえもん、ドラえもん、あ、エゴシマ、エゴシマ、エゴシマ、僕はこの後結婚式で着たスーツをクリーニング屋さんに持っていかなくちゃいけないんですよ。もうね、そんな体力ないで、ね、ジャンプ、ジャンプ、土管に入っていいのか。ここは隠しブロックはあるね、あるね、あるね、全部あるでか。なんでそこにあんだよ。殺される、僕はこのゲームに殺されるよ。助けてみんな、もういいだろ、もうゴールで、もうそういうやめてくれってなあ、どっちから行けばいいんだい。2分の1こっちは、あ、もうこれ右からしかないよな。そうだよな。で、よし鍵取った。で、あ、この鍵に入れんわ。よかった、2分の1じゃないんだね。さあ土管に入っていきますよと。上の木派手なっていうのもすごく気になる。ゴールじゃん、いけるか。いちゃいやだ。あれなんかまた変わってるし、なにこの帰り扉、またこっから行けってか。めちゃめちゃ鬼畜すぎないかと思ったけど、こっから、え、これさっきのゴール前のところ。それだったらめちゃめちゃ優しい、優しい、よし、で、ここ一緒に来るよな。もう途中から人間が発する声じゃなくなってきてるって。で、なんだよ右下の方だ、バグってんじゃないの。どうしようかこれ、もうダッシュで行ったらダメだと思うよ。僕はね、ゆっくり行ってみようか。あ、降りていいのか。お前上に上がってくんだよ。やったいや今回のはめちゃめちゃ鬼畜でしたね。ただ本当に面白い罠ばかりですごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオグラタンへの挑戦状。説明文に落ち着いてやればって書いてるんですけど、一番落ち着いてないのはあのチョロプーじゃん。めっちゃなんか活異常やん。でそのままこっち向かってくるやつやんもういつもさ、コース画面で騒がしいのよ
もうちょっと静かに説明できないですかね。でこのコースは今言った通りチョロプーが大量の砲台を担いでるんですよ。でそのままこっちに向かってくるからどうにかしてかわせっていうコースですね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.64%。 まあだいたい予想はついてるんですよ。チョロプーを倒して弾を踏んで上に行く、これ以外ないとは思いますね。いやどうやってなんだよこれ、お前帰んな、帰れ帰れ。何この人、一人でお祭り状態なんだけど、担ぎすぎだろそれ。あ、倒せた、絶対無理だってこんなの。ヒップドロップしたら倒せるっていうのが分かった、早めに倒しておこう。あれさっき倒せたくない、なんで今度倒せないんだろうな。あーやっぱダメか、じゃあこの生き方じゃないかもしんない。チョロプーがこっち来てくれるから壁キックしてヒップキャンしてみようか。あ、頭パッカーン。タイミングをずらそうか。ここ殺さないで。絶対タイミングの問題だと思うよ。ヒップキャンするタイミングをちょっとずらしてみようか。はいはいはい、攻略を見つけたぞ。一番上の砲台が一番左らへんに来た時弾を越えてくれそうなんですよ。だからそこを狙えばいい。よっしゃー見たか、これが一発丸余命人だ。いやこれさ、クリア率からしてそんなに難しくないだろうと思ってたんだけど意外と難しかったわ。サイコロコースありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。